お食事中、親子二代で、あるものを作っている職人さんなのですが。じゃあ、そろそろ行こうか。じゃあ、行こうか。母さん、ご飯。はい。どう。食事を終えて、いよいよ作業へ。と思いきや、お母さんが箱の中にご飯を。お弁当でしょうか。お願いします。違うんでしょうね。これは、今日のお昼ご飯、お弁当ですか。いい、いい、これ材料に使うんですよ。材料だというご飯を持って作業場へ。するとご飯を板に乗せ、すりつぶし始めました。みるみるうちにお餅のような粘り気が。番組いつもご覧の方はピンときたかもしれない。ご飯粒を練って素食いを作ってんです。素食い、のり状にすることを素食いって言うんですけど、そう、これはお米で作ったのり。この海苔を使って作る温泉宿でよく見かけるものとは、常に職人さん、木を切り出しました。これはヒノキ。それを1センチほどの幅に加工します。そしてそのヒノキを重ね合わせると、それを1枚ずつひっくり返し重ね合わせて、またひっくり返します。今度はその角をノコギリで落としていくのですが、失敗しりゃもう品物にならんから、一番気使うところです。わずか2ミリしかない角をノコギリで削り、なおかつ均等に落とせるのは、この道60年がなせる職人技。簡単にやってるけど簡単じゃないかも。結構大胆にいきますね。こうしてとあるパーツが完成。さらに上下に溝を掘ったパーツも準備。いろいろな種類。一体何ができるのでしょうか。ここからは息子さんの出番。先ほど作ったお米の糊を溝に塗っていきます。乾いた時に透明になるってことですね。つけたものがあまりよくわからないという、はい、市販の確かに海苔の跡は一切わかりませんが、これらの幾何学的に合わさった木で作る温泉宿でよく見かけるものとは何なのでしょうか。さあ、皆さんで続きをお考えいただきましょう。次に細長い棒の先端に鉛筆がついたもので作業し始めましたが、これですね、大型のコンパスみたいなもんですね。緩い曲線の線を今引いています。この緩やかな曲線が製品の仕上がりを大きく左右するといいます。すると職人さん、せっかく組んだ木を緩やかな線に沿って大胆に切り始めました。大丈夫なのでしょうか。完成すると分かるんですけど、曲線を生かしたデザインだとしてありまして、完成したら分かります。その加工に欠かせないのがこの小さなノコギリ。これに見覚えのある方もいるのでは。東さん、さすが。実は1年前にこの番組で紹介した新潟の職人さんが作るノコギリで、イタリアのバイオリン職人も愛用する世界に誇るメイドインジャパン。その時の放送を見てすぐに購入したそうです。短いのってね、初めて見てこんなに短いのがあるんだと思って、はい、すごく取り回しがいいので気に入りました。今ではこの加工に欠かせないという小型のこぎりで木を慎重に切っていく職人さん。木が重なっている箇所もお構いなしに切断していくと、確かに緩やかなカーブを描いた状態に。
わかりますかね、わずかに R が。その断面に糊をつけると、今度はそこに細長い棒をつけていきます。こうすることで曲線が強調されました。さらに他のパーツも接着。次々と。これですね、あの組子障子っていうもんです。その斬新なデザインが評判を呼び、今では各地の温泉宿で使われています。例えば群馬県の谷川沿いに佇む平成9年創業の宿千寿庵。5000坪の庭を望みながら進むと、職人さんが17年前に制作した組子障子がお出迎え。曲線によってできた何もない部分から旅館の奥が見えることで、訪れる旅人の好奇心をくすぐります。いや、存在感はすごいですね。そして客室の天井の照明にも足りげなく配置。部屋から見える庭の木々の曲線と一体感が生まれるようにデザインしてあります。 The traditional handicraft has been passed down for centuries. However, the trade is sadly dying out. In response, artisans are taking the age-old concept and applying the designs to more modern-day household items such as ceiling light.Chairs. Lamp. And disco ball feel.